やめチャンネル TV 始まるよ。皆さんこんにちは、ヤマチャンネル TV のヤマケンです。キャプテン翼戦えドリームチーム、次回の動画はドリフェスでって話をしてたんですけど、あの月末のドリフェス前にちょっとそうドリコレがもう一個あったんですよね。この間の若島津くん、これかな、はい、これが先に出たんですけど、まあ、超ドリームコレクションということで、これが月曜日から始まりました。でこれもね、あの条件が良くて、20連目に SSR1 体確定で、40連目が1体無料と、あ1体無料じゃない1回無料と、10連がねっていう形になってるので、じゃあこれも少しだけ引いてみようかなと思います。はい、気づいたのがね、月曜日これ気づいたんですけど、もうあのレトロゲームコレクションの動画出した後だったので、これはあの今日動画出すことにしました。はい、で今回ピックアップされている選手がゴールキーパーのまず1人目がサリナスです。3属性の選手それぞれ3人以上いると全パラ 28% アップを持っていて、パンチング成功時一定の確率で、これ 80% だと思うんですけど、センターサークル付近にいる選手にボールが渡りやすくなるということなので、これがあることでこのパンチングを選んでも、まあ、かなり優位に試合ができるんじゃないかなと思います。ただまあまあセービングもね、あのキャッチの方の必殺技もかなり強くなってるので、はい、まあこれはどちらの必殺技も使えるんじゃないかなと思います。でセービングが 48,570 でフィジカル 55,000 という形になってるので、まあこのサリナスもかなり強いんじゃないかなと思います。こんな感じね。はい、で2人目がカルツです。3属性の選手それぞれ3人いると全パラ 28% アップを持っていると。で味方のディフェンスマッチアップ時、試合中にマークしている選手とマッチアップにも、マッチアップに自分も参加すると、あのヒュンって入ってくるやつね、マッチアップの時にそれを持っていると。でオフェンスは3万5000なんですけど、ディフェンスが5万4500と、でフィジカル4万ということで、これもかなり使いやすい選手じゃないかなと思います。どっちだろうね、オフェンシブミッドフィルダーに対してパラメータプラス 10% なので、ディフェンシブミッドフィルダーでも使いやすいのかなと思います。まあこれだけ強ければ、ね、ディフェンスで使ってもいいと思うんですけど、はい。で3人目でグランディオスがピックアップされてます。海外選手の全パラ 26% アップで、マッチアップで読み勝つとパラメーターが 35% アップ。 35% ってでかいね。はい、でワンツーパスの S ランク技を持っているという形です。だドリブルとか技を移植させて、まあ、強くさせるのがいいのかなと思います。オフェンスが4万、ディフェンスが4万2000、フィジカル34600という形です。ただまあオフェンシブでもディフェンシブでもどちらでも使えるんじゃないかなと思います。はい、絆ね 7% アップも持ってます。でラストがタイガーボランで、海外選手の全パラ 26% アップで、スタミナが多いほど必殺技の威力がアップすると。でパスドリブルブロックの S ランク技を持っていて、これはねオフェンシブミッドフィルダーでもディフェンシブミッドフィルダーでもディフェンスでも使えるという形になってます。オフェンスが4万3000、ディフェンスが3万8000、フィジカル3万4000と。もともとこれディフェンシブの選手だったよね、本当はね。違ったっけ。はい、ただ今回はオフェンスの数値の方が高くなってます。この形ね、あのヒューガーじゃないわ、シュナイダーか、シュナイダーのあのすごい必殺技使うのに、このタイガーボランとカルツが必要になってくるので、はい、まあ、あのこのタイガーボラン持ってるんでいらないんですけど、まあ、今回ピックアップされてます。あのカルツは出てもいいかなって思うんですけど、はい。で詳細です、前回と同じ 6%、
ね、これに当選すると 0.42% の確率でさっきのこの4人が当たると。でそれ以外の選手が 0.014% の確率なので、確率だけで言えばもちろんピックアップ選手の方が当たりやすいんですけど、ただそれ以外の選手ものすごい数いるので、全部で323種類の選手がいるので、ピックアップ狙うのはなかなか難しいのかなとは思います。はい、じゃあまあちょっとやっていきたいと思います。じゃあいつもの恒例の景気づけのガチャからいきます。これやるとね、ほんとなんか運が良くなる気がします。もう1枚しかないんですけどね。じゃあいきますね。これフェスゲームまでに SSR チケットまた手に入るかな。これ見て、チャンスで取り壊ね。はい、こういう、まあ、ここ縛ってないですけど、こういう演出が出てくれると嬉しいかなと。ピンクで頑張ってとね。はい、景気づけで SSR が当たりました。立花くんだけどね。はい、じゃあドリコレの方やっていきたいと思います。でも欲しい選手はもうこのサリナス一択かなっていう感じではあります。まあ、カルツも欲しいっちゃ欲しいですけど、じゃあ回していきます。最初の10連です。 6% だからね。鳥1羽って、これ花火じゃないんだんでね。鳥1羽っていきます。ついてるからね。はい、ほら見て、ついてるから鳥1羽でもね、レインボーで縛っちゃうっていう。ピン、はい、来た。あ、見て、縛ってる。出た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 。誰誰、サリナス来い。いきます。はい、4分の1。もう、いや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 、一番嫌。ねえ、違う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 、あのね、キーパーがね欲しいんですよ、うちのチーム。キーパーいなくて、いや、すごいんだけどね、すごいんだけどっていう話なんですよ。当たったけど、まあでもすごいかなと思います。じゃあ20連目いきます。ここは SSR1 体確定しているので、これがピックアップかどうかっていうね。いきます。ついてるときはもう絶対大丈夫。2体出ちゃうんじゃない？鳥が1羽、ほら、またさっきと一緒ね。大丈夫大丈夫、いきます。はい、ほら、縛っちゃうもん。決めてやるってね。はい、1個あって、あー、ロベルトじゃ変わりません。で、縛ってもいないと。おー、一発目、早いって早いって、結果見えちゃうの早い。はい、ということで、シェスターくんが出ました。シェスターくんっていうのもおかしいよね。でも今、ちょうどアニメの方でシェスターくん、えらい強いキャラとして出てるので、まあ、いっか。はい、じゃあ、20連でしょう。30連目いきます。ここ回せば次が1回無料で、ね、いけるので、じゃあ30連目いきます。どうだろう、ここ欲しいな、ここ欲しいな。鳥が 1,2,3,4 羽。うん、まあまあなくはない。ここ縛れば、ショットした瞬間縛れば、いきます。大丈夫、絶好調だから。 3,2,1。 はい、これ縛んないから、縛んないから、よし来いってね。来ません、よし来いって来ません。はい、ロベルトじゃ変わりませんね。出た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 。まあ 6% なんで、そんな毎回は出ないよね。ターンターンと。はい、これしょうがないっす。40目ね。ここは無料で引けるので、もちろん引いていきます。これいつやめるかだよね。ほら、弾もねそんなないんですよ。40連目、鳥が 1,2,3,4,5。 マックス来た、鳥マックス来た。これは大丈夫でしょうね。これで縛んなかったら、なんで鳥子は走ったのって話になるからね。じゃあ行きます。せーの、はい。なんで縛ったので、縛ってないのか、縛ってないのか、なんで鳥子は出たんだろう。じゃあ来る。なんでロベルトそんな今日すごい出てくんじゃん。
ロベルト3回目 ?4 回目か。ケーキ漬けのガチャでも出たもんね。あー、厳しい。厳しい。まあ、6% なんで40連して2体って普通なんですけど、どうしよう。あと20連回す?回そっか。回します。じゃあ、交換ポイントで、ちょっとこれ見ますね。ほら、これ一つ手に入るので、はい、それもあるんで、まあ、じゃあ、あと20連回します。まあ、50連で本当は終わりたいとこなんですけど、まず50連目いきますね。はい。ここでとりあえず引いとけば、この次は確定1個してるので、なんで何にも出なくなっちゃった?何にも出なくなっちゃった?見間違いかな?いきますね。せーの。はい。何をやってやんのかな?お!レインボー!来た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 !ピキン!はい!シュワシュワはしてない!でも、あるよ!あるよ!どこ?どこ?お願いお願いお願い!サリナサイ!はい!あ!来た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 !これそうだよね。今回のやつだよね。たまに間違えるからね、これよく見ないと。ちょっと待って。あ、はい。三属性の選手それぞれ3人いると、全パラ 28% アップ。はい。カルツが当たりました。あ、すごい。ピックアップ4体中、これで2体引いてます。で、これでラストにしたいと思います。これ SSR 1体確定と。だこの確定してる分が、サリナスだったらいいな。ね。したら超神回じゃない?はい、行きます!ラスト!ほんと、キーパーいないからうち、チャンスで鳥が3羽。これ2個もあるかな?じゃあラスト!行きます!せーの!息合ってきたね!完璧完璧!行こう!シュワシュワしたらピキン!お、来た!すごいすごいすごい。でもシュワシュワしてない。でもあるよ、これ。来い来い。キーパーキーパー。誰誰これ。弓倉?はい。あ、来た!失点することは絶対にあり得ない。これすごくない?すごくないっすか、これ。だって、いらないって言ってたタイガーボロン以外全部出てくれるっていう。これそうだよね、これね。そうだね。よかったー。やってよかったはい。ということで、で、もう一人これ、弓倉だよね。弓倉はまあ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 。はい。こんにちはっていうことでね。はい。今回もかなりの、神引きだったんじゃないでしょうか。はい。じゃあ今回は、ここで終了したいと思います。じゃあ次回こそ、おそらく、もうこの夢玉も少ないので、少し貯めて、月末、ドリームフェスやっていこうと思います。よかったら、チャンネル登録、高評価ボタン、よろしくお願いします。今回は、ありがとうございました。今日は少しだけ、疲れる日だったな。明日はいいことがあるといいな。今日のキラキラは今日のうちに消えた。明日のキラキラは明日探そう。なんとなくのんびり、なんとなく楽しい。山チャンネル TV また見てね。